するしない。というわけでキャッチフレーズいきたいと思います。キャッチフレーズはね、本当にさあ、この中にはもうキャッチフレーズ載ってる方もめちゃくちゃいるんですよ。まあ簡単にあの例で挙げますと、私ひなたいこはラブフェニックス、来いラブフェニックスというね、あ、出ちゃったか、はい、キャッチコピーでやってまして、出ちゃった。で、はるちゃんはなんだなんだなんだ、こんねーなんだっけ、天真爛漫特攻天女でしょ。めっちゃ感じなんだよね。めっちゃ言われてる。天真爛漫特攻天女、絶対感じで私かける自信がない。こちらかけるようにした、はい、やつとか、うん、結構有名な人も、いや、もうだって俺のクイズに出るかもしれないから。そうだよ、来たぜ、出して、俺しか他のせいか出して、俺は考えたんだからはい、もあるかもしれないんでね、うん、そこちゃんのキャッチフレーズを今回はまず入り目ですから、うん、それくらいはもういけるでしょってことで、私が今からプロの名前を言います。名前を言うからキャッチフレーズを書くの？逆なの？マジかー逆なの、ね、いやでももう簡単よ、知らない人なんていないよぐらいの問題です。はい、では行きます。はい、はい、まずはね、はい、ではまずお二人の親しみやすい最高位制日本プロ麻雀協会の選手からいきたいと思います。ちなみにあのいくつかキャッチフレーズある方もいるかもしれないんですけど、できればここに載ってる この最新版に載ってるのがいいですねはい、さあ、では問題です。我ら副代表金子マサテルのキャッチフレーズ、金子マサテルのキャッチフレーズは何でしょう。書けるかなこれさあ、こちらね、今回なんと漢字なんですね。なので、あ、漢字で書かなきゃいけないの。漢字でこれぐらいは書けるでしょう漢字でしっかり書いていただかないと正解とはできません。だって副代表ですよ。やべえ、これ間違えてる気がするな。やだ、はるちゃん早い、かけてますけど、はい、せーの、海流って、あ、やっぱ定石だよね、読み方ってこと。そうそうそう、あ、それは別に漢字さえ合ってれば。さあ、でははるちゃんから見てみましょう。ちょっと待って、ちょっと待って、俺まだちょっと待って、ちょっと待って、え、これ多分違うな、じゃあじゃあっていうのありなの。ダメダメダメだよね。はるちゃんからいきます、はい、はるちゃん、じゃあ見せてください。これじゃじゃん、あれ定石、あ、今回はるちゃん合ってる、よかった。漢字もしっかり合ってますね。あ、よかったです。はいが流れる定義の石で合ってます、ね、あ、よかった。さあ、では今度直哉さん、お願いします。よかったぜ。あー、すごい正解だけど、ちっちゃ字、ちっちゃ、自信がなくなったからさ、入場席どちらも合ってます。あー、よかった、危ねー、よかった、危ねー、危ねー、あく1問目から超汗かいたんだけど。汗かいた、ちょっとさ、やっぱやめようぜこれ、なんか変な汗かくからやめようぜ。やっぱりね、これくらいはできなきゃダメですよね。だってね、副代表だからね。そうなんだけどさ、いざ書けって言われてさ、あんまり書くことって人生ないじゃん。ないからね、聞くことはあるけどね。そうそう、言えって言われたら言えるけどさ、みたいな。つらいつらい。じゃあ最高位戦いきますよ。次、最高位戦、シュンツマスター来い。もうね、副代表から言った時点でシュンツマスター多分来ないねダメか。さあ、行きます、はい、さあ、B1 リーグ所属石橋信弘プロのキャッチコピーといえば、キャッチフレーズといえば、ちゃんと大きい字で書いてるね、河野さん。字ちっちゃいクセあるからね。これはあの書けるわ、漢字少ないしね最高位戦、まあまあ B1 リーグでね、もともと A で、M リーガーでもね活躍してる石橋さんですから、これはもう何度も放送でもみんな聞いてるんじゃないでしょうか。はいはい、さあ、ではすごい早かった河野さんからいきましょうか。さあ、読んでください。せーの、はい、黒いデジタル。おお、正解。さあ、はるちゃんは何て書いたんでしょうか。これ間違えたらやばいよ。中里はるなの答え、黒いデジタル。おお、やべえ、間違えてろよ、じゃあ。あなんかでも黒
黒いしか出てこなくて最初で黒い人間みたいな、そう真っ黒ブラックみたいな、うん、はい、いきます、うん、第3問目、日本プロ麻雀連盟から黒沢咲プロのキャッチフレーズといえば何でしょう。さきさんもね、M リーガーで活躍してて、何度もあの放送画面で皆さん見てると思います。しかもサインの時に必ずさきさん書いてくれるんで、これわかんない方はもう見てくださってる方の中にもいないんじゃないかな。ペンが止まった。河野直哉のペンが止まった。さあ、黒沢咲。ちょっと時間ください。制限時間は今のところありませんが、私のさじ加減でございます。さあ、はるちゃんはもうスムーズにね、ペンを走らせてますから、河野さん次第にはなりそうです。さあ、書けましたでしょうか。書けた。じゃあ、今回は早かったはるちゃんからいきましょうか。はい、はい、で、はるちゃん、大きな声で、はい、言ってください。いきます。強気のヴィーナス。ふむ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 。ちょっと正解か不正解か。わかった、俺正解は分かった。正解か不正解かはまだちょっと出しません。はい、ちょっと書きたい。はい、河野さん。セレブですけど。セレブですけど、正解は分かりました。正解わかりました。言っていいですか。はい、強気なヴィーナス。正解は強気のヴィーナス。あー、正解、おめでとうございます。何書いてんの。セレブって何。そうそう、強気のヴィーナス。そんな見た目の話してないから。書くもんね、さきさん。あ、さきさん、うん、最初魅惑って書いて。魅惑のヴィーナスって普通の言葉だな。よく魅惑漢字で書けたじゃん。書けた。ここでしょ。はるちゃんがさらにまたリードを広げた。いけたでしょ、この問題。いけた、いけた。ね、聞いたよ、なんか、もうほんとさ、逆になんでできなかったと思うよね、今ね。ね、続きまして、4問目。日本プロ麻雀連盟より、佐々木久人プロのキャッチフレーズといえば何でしょうか。もうこれも M リーガー様ですから。もう、あ、スムーズなペンさばきでございます。さきさんの時とは大違いです。なおやさん、早いっすね、今回。はるちゃんはセンタリング、なかなか止まりました。あ、確認作業に入ってる。もうこれは OK か。河野さんの顔がもう画面から切れています。入ってますね、今入りました。ちょっと待って。そう、あの、そ、本当にね、パッて言われた時にパッて出ないのよ。出ない。黒沢さんも分かったのに。なんでだろう。いや、分かってない。あなたセレブって書いたから。いや、でも強気のヴィーナスって言われたら強気なんだと思ってたからな。あ、中のはね、そこがまあ、うん、悩むとこであっても、うん、今回の久人さんはそのいうね、付属の間の言葉はないからね。ノーとかなーないから。ええー、ちょっと待って。さあ、はるちゃんの声。いやー、なんだっけ。残り、残り、授業分かんなくなっちゃった。なんか違う気がする。残り5秒いきます。5、4、3、2、1。カン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 。あれ、漢字間違えてる。カン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 あるよ、音で。はい、では時間切れです。なんか字が違う気がする。え、字だけなの。なんかすごい、もっと間違えてるよ、じゃあ。え、いや、もう絶対自信がありそうな河野さんから今回言ってみましょう。はい、久人さんのキャッチフレーズは何ですか。はい、佐々木久人プロは麻雀攻めだるま。おお。さあ、この答え。やったねー。ありがとうございます。さあ、はるちゃんは同じ答えかけているんでしょうか。大きな声でお願いします。具形状と。しかも具がなんか違う気がするんだけど、私具が違う気がする。はるちゃん、それは T シャツや。そうなの。もうね、T シャツしか出てこなくなっちゃって、うん、もうガラチームガラクタの T シャツや。そう、あれしか出てこなくなっちゃった。というわけで、今回ポイントを加算した河野直哉さん、おめでとうございます。よし、言われたら分かる。やっと逆のパターン来ました。日本プロ麻雀協会より鈴木達也プロのキャッチフレーズといえば何でしょうか。今回第6問目となりました。今回は協会から。もうね、絶対聞いてるし、絶対知ってる。いや、知ってるんですけど。どこ行っちゃいました。いや、知ってるんですけど、そうじゃなくて、ですけど、はい、なんか似てる人いんだよ。いや、ついてたっけな。ついてますよ、サインの書くとき書いてました。あれ。どこ見てるんですかね、河野さん。あれ
さあ、かけた、かけましたか。いや、かけたんですが。はい、では行きたいと思います。今回、じゃあ自信のある人。あ、いらっしゃらない、あれいらっしゃらない、大変だ。じゃあ、早かったはるちゃんからにしようか。はい、じゃあ、はるちゃんが出すからね。俺やっちゃったよ、はい、行きます。はるちゃんの答えは白鳥のファンタジスト。ほう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 、これは似たような答えをきっと河野さんは書いてますね。はい、書いてますけど、はい、じゃあ河野さんの答えはファンタジストだけなんですけど。おお、なるほど。この上についたかついてないかってこと。これ卓上のだったっけな。さあ、では正解を言っていきたいと思います。正解はジャンカイのファンタジストということで、お二人とも正解でございます。失礼、はい、謝罪してください。すいません、すいません、本当にうちのそう、ジャンカイのね、ちょ、何かがついてるんだけど、何麻雀。惜しいね。卓上じゃないんだよ、ジャンカイなの。麻雀ファンタジスタかジャンカイファンタジスタか分かんなかったんだよね。ちなみに、松本義弘プロが卓上のヒットもね。そう、卓上なんですよ。あー、なんか卓上のはね、なんか多すぎるよね。いや、どっちか分かんなかったんだ。達也さん、すいません。すいません、本当にすいません。本当申し訳ない気持ちになるね、これやってなるよウケる。でもファンタジスタっていうの分かるの。しかも、もうめちゃめちゃ仲良くしてもらってるんだ。ジャンカイのすいません。はい、大丈夫ですか。はい、